こんにちは。こんにちはか。こんにちは。今日はスモールワールドがあるということで、その前に少しちょっとまあショールームをしようかなと思いまして、してますけど、今日スモールワールドね、観覧しに来てくれる方いるかな。スモールワールド来るよって人いますか？観覧。今から向かおうとしてたところ、やったーん。やったんやったん。6時から18時から多分配信があると思うのですが、19時だと思ってたんでちょっと慌ててます。18時からです。初めてさ、スモールワールド行くんですけど、私超楽しみ、行きたかったんですよ、ずっとスモールワールドだから、すごいね、行けることが楽しみです。もうメイクもバッチリ完了していける状況でございます。ちょっと最後の AKB 人生最後のイベントですよ。みんなにね、会えるの楽しみにしてます。メンバーのフィギュアとか置いてるんだっけ。ゆうちゃんもこの前さ、フィギュア持って帰ってきてた。ねえ、やばくないっていうかさ、明日卒業公演だよ。やばくないですか。やばいの私だけ。やばくない。ちょ、やばいんだけど、なんかさ、もう今日気づいたら26日で、でも気づいたらもう明日が卒業公演っていう、なんかすごい不思議な感じなんですけど、なんか意外とこの1週間が早かったなって。なんか卒業発表してからまでのなんか今日とかは全然早いなって感じたことがなかったんだけど、この1週間がめちゃくちゃ早くて秒だったなって思いました。秒でしたね。台風、ちょっと今日は天気がね、曇りですけど大丈夫とね信じたいですけども、なんかマジ秒だった。秒すぎてちょっとね、なんか追いついてない。自分がなんか追いついてない感はありますよね。っていう感じかな。とりあえずまあ今日はスモールワールドね、来てくれる皆さんのことを楽しみにしてます。
マジもう明日だよ。もう明日ですって。スモアはショールームで配信されると思っている。いるって。ショールームで配信されます。ます。ショールームだと思います。今はミクチャ？嘘、ミクチャなの？失礼しました、ショールームだと思ってた。ミクチャだって。どこに書いてるんだろう、そんなこと全然わかんない。ミクチャ公式さんがリツイート、公式どれだろう。これかしら、これか。ミクチャってか、私が今あのリツイートしたから、あのスモールワールズの情報みたいなやつのアカウント。ミクチャで見てください。クロームでも見れるっぽいけど、コメントするならアプリをダウンロードかな。まあそうね、アプリをダウンロードしていただいた方がまあ安心安全に確実に見れることは確かかもね。ということでね、皆さんよろしくお願いします。まあ、多分来れない方が大半だと思うので、ぜひ配信ででもいいので見てくれたらなと思っております。内容はまあもう見ていただいてって感じですよね。もう見ていただいて。1時間くらいかな、約。見てください。あとさ、スモアのさ、なんかご飯がめっちゃ美味しいみたいなのをさ、昨日ゆうちゃんが言ってて、すごい食べたい。すごいスモアのねご飯食べたいんですけど、みんな食べてるのかな。食べたい食べたい。
ビーフなんとかとか一流のシェフね、一流のシェフもそう、なんか食べたい。そういえばね、昨日はね、昨日はさらっと言います、昨日はね、ナナランドさんっていうねアイドルグループがいるんですけど、ナナランドさんのライブを見学させていただきました。楽しかった。なんかすごいキラキラパワーをもらいました。っていう報告報告です。あ、安心してください、加入はありません。そんなね、失礼ですよ、そんなあのナナランドの皆さん。すごいなんかレシートがいっぱい入ってるんだけど、だってお腹すいたな。スモールワールドで何か食べれると信じて食べに行く、食べるのやめようかな。何かお腹すいちゃったな。みんなはさ、昼ご飯とか何か食べましたか？いや、お腹鳴ってるじゃん。ペヤングナポリタン、ペヤングってナポリタンあるの、すごい。海鮮あんかけいいな、キュウリ食べたいいな。なるからお菓子をもらったので、それを一つだけ食べようかな。もし明日まで控えるということで、うん、うまうま。
マジスモアに期待してます。ご飯はどうか食べさせてください。私に腹ペコマンです。8の日のレッスンでメンバーは東京にいるのかな。最後に会える可能性はある。あ、全然ある。私が事務所に行けば全然みんなには会えると思います。みんなには会えると思うよ。全然今日はワンピースです。めっちゃパンツ見えそうだけど、まだズボン入ってるから大丈夫。めっちゃパンツ見えそう。2回言うなって感じですか。なんかね、試着しないで買ったの、可愛かったから結構丈が短くてなんかびっくり。パンツ見えそう。まあでも大丈夫か、大丈夫と信じてます。すごい際どいね。大丈夫、ズボン履いてるからさ。で今日はストレートにしました。最近美容室に行って髪をトロントロントロンにしてもらったので、次会うの路線なわけなわけないやろか。こういう感じですね。今考え事してるちょっと待って、考え事をしております。ミュートです。よし、なー、大丈夫、大丈夫です。めっちゃ計算、もう計算してた、計算して大丈夫か。明日は雫公園は虹の列車まで会ってから卒業公演ですよね。そうね、卒業公演というか卒業セレモニーが虹の列車終わりであるっていう感じかな。ですね。ドキドキー
ドキ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 君の合間がズキュンドキュン走り出し、っていう感じです。みんな号泣公演になりそう。泣くかな。泣かないと思う。泣かないでほしい。私人の涙に弱いから泣かないでほしいけど。緊張は全くしてないです。あのびっくりってびっくりするほどしてませんね。してないけど、でもやっぱり当日になったら、でも実感ないです。まだ自分が卒業するっていう。ゆうちゃんも泣かないって言ってたよ自分で。なんか別にりーちゃんと一生会えなくなるわけじゃないから泣かないと思うって言ってましたよ。雫の演目が変わっちゃったけど、ランリーのジュクロもう一度見たかったね。ジュクロとかもやりたかったね。泣くかな。まあ泣きそうだね。泣き虫だからね。一緒に帰るでしょ。まあ一緒には帰るけど、今日はゆうちゃんの香水でも借りていこう。私があげたゆうちゃんの香水、女の匂いがする。でもな、友達しかいないわけで、公園ね。友達しかいないからね、なんかみんななんかね、みんな一人でも泣いたらまあなんか終わりだけどね。終わりっていうのはまあ釣られちゃうっていう意味で。もうね、やっぱりこのご時世ね、叫んだりとかなんかね、そういうのがねできないからね、あれですけど。はい、みんな私が選びましたメンバーだよね。みんな私が選んだ。多分自分で選んでなかったらああいうねメンバーになってないっていうか、本当に私のただの仲良しを集めただけの公演なので。いやお腹すいたらなんか食べたい。今後関わっていかないか。おっとっとポジかぶってる人いない。でも今もやってるよね公演。もう終わった？なんか今日は平日なのに珍しく2公演。あれかな、夏休み入ったからかな。
2公演ですね本日は。あ、昼公演終わったんだ。なるほどね。そうだよ、8人公演ですよ。そろそろ終わらなくてはならぬだ。そろそろね、準備があるんです、いろいろと。どのバッグで行こうかな超自分のことなんだけど、どのバッグで行こうかな。なんで 10S に変えたの。もともと 10S 使ってたから。あれ、保証サービスで買えたからそんなにめっちゃお金かかってないから 10S にしただけ。何のバッグで行こうかな。何持っていこうえ、フィギュア作りたい。フィギュア私も欲しい。熱望、熱望です。なんかさ、家のいろんなところに至るものを置きすぎてさ、もう最近さ、どこに何を置いたのか全く把握してなくてさ、なんかもういろんなとこ漁ってる。傘って必要かな。傘持ってった方がいい。ヘアオイルつけとこう。雨降ります今日。なんかずっと晴れてたからさ、あれだね、なんか曇ってるのすごい違和感。帰りがもしかしたら降るかもってことは持ってた方がいいか。明日はどうしようかな、髪型。雨か、やだな、雨本当だ。雨だけは本当に勘弁してくださいっていう感じだけど。まあ無事に開催されることを祈ってって感じか。なんか巾着壊れてるし、うわ巾着壊れたし、まあいいか。夜遅くから、まあでも交通機関が乱れなければね、開催自体はされると思うから、交通機関が乱れないことを祈って、祈ってじゃないですね、祈うしかないですねっていう感じか。
じゃあこの辺で、あ、また夜もやるので、夜はドボンもしようかなって、とっくらドボンもしようかなと思ってるので、また見てね。相撲は終わってから何時くらいだろう、まあやるときまたお知らせしますね。ということで、この辺でランキングをやみたいと思います。傘は念のため持っとこう。では13位、ペンペンさん、ありがとうございます。そして12位がタムさん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして11位がカズケさん、ありがとうございます。カスケさん、ありがとうございます。そして10位がキングスさん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして9位がテツさん、ありがとうございます。そして8位がミンチャーさん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして7位が無期限休止さん、ありがとうございます。そして6位がジュンフナさん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がピーマンさん、ありがとうございます。そして4位がジャガイモさん、アットマークあつみさん26日イベント、ありがとうございます。そして3位が YK さん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がミリアちゃん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして1位が、アイスカフェさん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。はい、ということでね、皆さんね、まあ、もう何とも微妙な時間帯、2時半っていう何とも微妙な時間帯ですが、皆さん見てくれてありがとうございました。スモールワールドは6時から18時からみくちゃんの方で生配信ということですのでね、ぜひ皆さん見ていただいて、あのイベントに来れる方は18時から来ていただいて、楽しみに、してます。ということで、また後ほど。さよならんりー。気をつけてきてくださいね。バイバーイ。